ゆっくり霊夢よ。ゆっくり魔理沙だぜ。みんなチャンネル登録してるか？このチャンネルでは話題のサッカーネタをわかりやすく伝えていくぜ。魔理沙、日本人選手の海外での活躍を教えてよ。今回はヨーロッパリーグ準決勝の大舞台で若間田大地が得点を決めているぜ。ブンデスリーガでは浅野拓磨が2アシスト、堂安律も得点を決めて、セルティックは前田のアシストで優勝へ近づいた。冨安も復帰したぞ。まずはフランクフルト鎌田大地の活躍だ。UEFA ヨーロッパリーグの週間 MVP が発表され、フランクフルトのミッドフィルダー鎌田大地が選出された。EL は前身の UEFA カップで2002年にフェイエノールト時代に小野伸二が優勝しているが、20年ぶりの日本人優勝が見えてきた。ヨーロッパリーグでフランクフルトがウエストハムのホームに乗り込み、2-1で先勝した。鎌田はこれで EL では5ゴール目となり、得点ランキングで4位タイに浮上。トップは3人が6ゴールで並んでおり、得点王も射程圏内に捉えた。AC ガーディアンは、鎌田がフランクフルトの支配に報い、ウエストハムは苦しい戦いを強いられる、と見出しを打った。そんなにすごかったの？うん。3-4-2-1の左シャドウに入った鎌田は開始1分でアンスガークナウフによる先制点の起点となる。開始早々で落ち着かない空中を行ったり来たりしている状態から、鎌田がボールを持つとサイドの選手の上がりに合わせてドリブル。相手は飛び込めずに時間を作っている。サイドの選手はおとりにして中を一度使うことで相手の陣形を乱して先制点に繋がっている。鎌田はボールを持っている時の姿勢が良くて視野が広い。複数の選択肢を持ち相手の急所をえぐるパスを出すところが真骨頂だ。54分にはジブリル層のシュートのこぼれ球を押し込み、値千金の決勝点を決めている。その後、ポストに当たる惜しいシュートを放ったがディフェンダーがわずかに触っていた。決まっていたら決勝進出を手中に収めていたな。現地の反応はどうなの？最悪のスタート、フランクフルトにあまりに簡単にやられた。鎌田が押し上げる時間を作って、ボレがファーサイドにクロス。フォルナルスは後ろにいるクナウフが見えなかった。鎌田大地はいつもこれだけ良いのか？それともロンドンが彼の全力を引き出すの？鎌田が本当に同村をチンチンにしてる。ユベントスには鎌田大地のような選手が必要だ。移籍金が安くて、そこそこサイズがあって、身体能力が高く、テクニカルでインテリジェンスのあるプレーをする。鎌田がブンデスリーガでこのようなプレーしてたら、うちはずっと上の順位にいるだろうな。鎌田が3点目を決めかけた、もしポストが邪魔をしなかったら。ちなみに鎌田はロンドンでアーセナル相手に2ゴールしたことがあって、ロンドンに強い選手を印象付けているな。そんなにロンドンに強いなら、プレミアリーグ移籍もあるかも。この活躍ぶりなら、移籍もあり得るな。6月の親善試合で森保監督も鎌田をどう使うのか楽しみだな。ごちゃんの反応はどうなの？古臭いと言われてもトップ下がいるシステムにしてくれたら使えるのに仲間だ。インサイドハーフが守備的ミッドフィルダー3人で超守備的な戦術しか取れない森保には無理だろうけど。対アジアと対世界は全然違うからな。絶対にこけられない予選は終わったし、ワールドカップは負けて当然な組出しで、世界のトップレベルに通用してる鎌田軸に攻撃陣組み直すことは余裕であり得る。それくらい今はノリに乗ってる。実力はあっても監督の戦術に合わない選手が代表戦外になるなんて世界ではよくある話だよね。いろいろあるからサッカーは面白い。森保監督はオーストラリア戦でシステム変更するまで鎌田大地中心のチームにしていた。今、外れているのは戦術的な理由やタイミングだ。ちなみにチームメイトの長谷部誠は出場機会が少なくなっている。長谷部は引退かな？ドイツでフランクフルトに残って指導者を目指す可能性が高いな。長谷部を通じて日本サッカー界と繋がっておけば日本人選手の獲得にも繋がるかもしれない。鎌田は心置きなくステップアップしちゃって。次はブンデスリーガ。浅野拓磨が2アシストの活躍だ。アウェイで2位ドルトムントから大金星だ。試合は開始早々にキーパーのフィードから浅野が右サイドを抜けると、正確なクロスを供給。ポルターが頭で合わせ先制。キーパーからのフィードから抜け出すのは得意技だな。Jリーグ時代からよくやっていた。クロスも正確だった。浅野こんなクロス上げれるの？日の打ちどころがないクロスだな。さらに8分、浅野が左サイドで起点を作ると、中央へ折り返し。これをゲリット・ホルトマンがダイレクトで沈め2点目。裏への抜け出しは良かったが、トラップが流れてシュートまで行けなかったのは課題だな。良くも悪くも浅野らしいね。浅野拓磨は今シーズン3アシスト目を記録した。その後両チーム合わせてハンドで PK が3回あったドタバタ試合は4-3でボーフムが勝利。現地の反応はどうなの？うちはワールドカップで強ドルトムント相手に2アシストした浅野と対戦しないといけないのか。浅野の卓越した2アシストから素早く奪った2得点よ。浅野が右サイドからボルターにクロスして得点、左サイドからパスを出してホルトマンが美しいシュートでゴール。ジブナルイブナパルクで浅野拓磨は本当に目覚ましい。ドルトムントのホームで8分で2アシストしてボーフムのリードをもたらす。浅野がまたスペースをついてラストパス、ホルトマンのシュートがめっちゃうまい。2位から転落してはいけないぞ。これは最悪なスタートだ。
浅野拓磨は今シーズン10番に見合った活躍ではないかもしれないが、チームになんだかんだで貢献する。よく走るしな。日本人は減点校で評価する癖がある。決定機を外すことが多い浅野拓磨は過小評価だな。あと、森保監督とサンフレッチェ広島時代から関係が深いことも代表で批判の対象となっている要因かな。鎌田大地と浅野拓磨は全然タイプが違うからな。上手い選手ばかり集めたジーコジャパンがどうなったかという話だ。浅野はとにかく走らせておけばいいのよ。ごちゃんの反応はどうなの？今季3ゴール3アシストか。あと2ゴールくらい決めればぼちぼちの数字になるな。2アシスト目の場面抜け出してドフリーになれたのに自分でシュートまでいけないのフォワードとしてはきついな。ボーフムの得点パターン。ゴールキーパー浅野ゴール。フォア、ゴールキーパー浅野誰かゴール。意表をつく動きするからドイツ戦スタメンもありえるな。浅野これ以上活躍するな。ドイツにバレてしまう。浅野、ごちゃんで意外に評価高いじゃん。目に見える結果を出すことがいかに大事かということだな。次はセルティック組の活躍だ。レンジャーズとのダービーマッチに前田大然、旗手レオ、古橋亨梧が先発した。前田大然が1アシストを記録して試合は引き分けに終わったが、優勝へまた一歩近づいている。現地の反応はどうなの？前田からなんてボールだ、クオリティが高かった。これを決めてゲームオーバーにすべきだった。前田大然が絶好機を外した。旗手の今季はもう終了だ。彼を交代で下げて休暇を取らせてくれ。前田が2つの決定機を外す、ギオルゴス、ギアクマキスを入れるんだ。今日の清子のパフォーマンスは非常に悪かった。ギアクマキスにはそれ以上のものを見せてほしい。前田がゴールの決め方を知っていたら3ゴールは決められただろう。前田大然は決定機が2から3あったようだな。古橋は期待に応えられず、旗手レオはずっと疲れている。旗手レオは日本のメディアでコンディションが悪いことを吐露していた。引き分けでよかったんじゃない？ごちゃんの反応はどうなの？旗手はオフなしだから疲れてるとか毎度毎度だからな。前回も今日もドリブルシュートデュエル勝利全プレイ。前田無双してたな。もう完全にレギュラーだしなんなら古橋よりチームの重要度の序列ではるかに上。前田古橋はいいな。旗手はしばらく休めよ。旗手は毎試合後半開始早々でへばってるもんな。フィジカルがかなり落ちてる。旗手レオへの評価はかなり低いな。6月の日本代表への参加もどうするんだろうか？休むのも勇気よね。ただ、6月の4試合に参加しないとワールドカップへの道はかなり険しいものになる。次の選手も同じだ。次はペイスペイの同案率だ。前半2分に左サイドからのクロスを押し込み左足で先制ゴールを決めた。同案は今季のリーグ戦で7点目だ。ラッキー。2点目も同案が起点となっている。右のハーフスペースでボールを引き出したターンして相手を引きつけてからサイドに展開したな。現地の反応はどうなの？適切なポジションにいた同安が決める。同安率は卓越した選手だと俺は思い続けてるよ。素晴らしい運動量で90分間働き続けてゴールを奪う。サイドのポジションにはマブエケやガクポのようなタイプを置きたいが、同安が優秀なサッカー選手なのは間違いないね。多分ゲッツェのポジションがベストだろう。リーレフェルトには500ユーロ 6.8 億円の買い取りオプションがあった。シュミット監督は同安に対談してほしくないと言ってたんだ。確かに今季の同安は良い活躍をしてる。コメントにもある通りサイドの選手ではないのよね。そのあたりが代表でも起用しにくい要因となっている。真ん中で使えばいいじゃん。鎌田大地、田中碧、森田秀正、久保建英らを超えることができるかというところだ。シーズンの半分に先発して7得点。悪くはないが良くもないな。森保監督はどう評価してるの？森保ジャパンが発足した当初は右サイドハーフの主力だったし、東京オリンピックでも中心選手として起用している。ただ、右サイドの選手としては中に入りすぎる悪癖があって、オリンピックでは久保建英と立ち位置を変えながらバランスをとっていた。特別扱いしないといけないのね。3月の代表活動は無念の戦外に。その際には自身の SNS で、絶叫大好き人間頑張りますと奮起を誓っていた。出場機会がなく終わった2月のサウジアラビア戦では、森保監督の真剣なミーティングでニヤついていたことが話題になった。生意気なのね。そういうギラギラしたメンタリティの選手は前線にはいてもいいが、特別な能力を示す必要はあるな。点を取り続けて同案中心のチームを監督に作らせる必要があるのね。実際に決定力はあるからな。次はアーセナルの冨安が復帰して勝利に貢献した。冨安健洋が所属するアーセナルはウエストハムと対戦し、2-1 で勝利。冨安は1月20日以来の先発出場となった。後半32分にピッチに座り込み途中交代となったから怪我の再発かと心配されている。復帰したばっかじゃん。歩いてベンチまで戻って治療を受けた様子もなかったから足が疲労でつっただけだと思うが、何もなければいいな。現地の反応はどうなの？冨がスタメンに入ったと思ったらホワイトが怪我。一息つくこともできない。右サイドバックの中でも冨安の空中戦はリーグ最強違いない。冨安は1対1でリーグ最強のサイドバックかもしれない。そう、ただの予防措置であってくれ。歩いてピッチを出た。
久々の復帰だったが右サイドでのプレーは評価は高かったな。ごちゃんの反応はどうなの？対人の強さは見れたが足元でもたつくことが多かった。怪我に関しては60分ぐらいで下げれば回避できたように見えた。富安だけじゃなくてホワイトもハムで坂も怪我したくさいんで痛い。ちょっと筋肉系のトラブルが多すぎるな。十字靭帯とかやってないだけマシだけど離脱回数が多すぎて計算できない選手になってしまった。膝やったとかじゃないからやりようはあると思うよ。ここまで怪我が多いと日本代表でも富安不在を計算せざるを得ないな。左足を使えるセンターバックとなると伊藤洋輝や町田浩樹も選択肢に入ってくるかもしれない。ということで今日はおしまいにするぜ。よかったら、チャンネル登録と高評価をお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。